ふぃです。ゆいちゃんです。今回の動画は絶対に最後まで見てください。本当に価値のある動画です。と言いますのも、この動画によってあなたの中国語は爆速で伸びます。そして女の子にめちゃくちゃモテるようになります。なぜかと言いますと、今回ご紹介するのは台湾でめちゃくちゃ有名な歌手、この歌手は本当にもう中国全土の女性、中国以外にも世界中の華僑全ての女性を魅了する歌声を持つ世界最高の中華歌手なんだよね。一番有名な歌手、一番有名な、はい、でその中でも最高峰のラブソングそれがガオバイチーチョという歌になるんですけれども、今回ガオバイチーチョの一番の歌詞、こちらをどんな意味なのかっていうところも含めてご紹介いたします。これはサイナーフバンは、うん、あのパリにあるあの川の名前じゃん。セーヌ川、ゾアアンは川の左右あるじゃん、うん、左のカフェで、うん、セーヌ川の左岸にあるカフェ、うんうん、そうそうそう、なるほど、カフェで。我手一杯は私の手にあのカフェ飲みながら品尝你的美、あなたの美しさを楽しむみたいな。カフェ飲みながらあなたを見てる。留下唇印的嘴。これ留下唇印的嘴は留下は残す。で唇印はキスマークですよね、日本語で唇印的嘴。うん、それを残す。花店玫瑰は、花店は花屋。で、玫瑰、ローズ、花屋のバラ、うん、で、名字、写错谁は、まあ、名前、間違っちゃって、うん、うん、告白气球、告白の、あの、気球が、風吹到对接、風で、向こうの町まで飛んじゃった。微笑在天上飞。微笑在天上飞は、微笑は微笑む、それがの空で飛んでいるみたいな。你说你有点难追。你说はここであなたを言うっていうよりは、你说ちょっと聞いてみたいな感じで、你有点难追はあなたをちょっと口説きにくいっていう意味です。难追。想让我知难而退。想让我 知难而退は口説きにくいから私をのやめさせようとするよねっていう意味です。礼物不需挑最贵はプレゼントはそんな高いものいらない。只要香榭的落叶。只要香榭的落叶は、香榭というのは木の、あの名前で、落ち葉、落叶って落ち葉なのね、うん、それだけで大丈夫、うん、すごい表現だね。そうだね、うん、落ち葉でいいのじゃあ続いて、营造浪漫的约会は、まあ、ロマンティックなデート雰囲気を作るっていう意味です。不害怕搞在一起は、その場を、まあ、台無しにするのは怖がらない。これ素晴らしい。拥有你就拥有全世界っていうのは、あなただけいれば、まあ、全世界、あなたが私にとって全ての全てだっていう表現です。亲爱的爱上你从那天起。亲爱的は愛してる人。亲爱的 爱上你从那天起は、あなたのことを好きになったその日から。甜蜜的很轻易は、いや、人に優しくするのがもっと簡単になったという意味です。で、また亲爱的别任性は、任性は結構使う言葉で、あ、わがまましない。亲爱的に别任性。そして次の你的眼睛は、あなたの目。はい、次の歌詞。わがまま言わないで、あなたの目では私のこと欲しいって言ってるっていう意味です。
嘘つかないでっていう意味。いかがでしたでしょうか。なんと素晴らしい歌詞でしょう。はい、これ本当にこれ本当大げさじゃなくて、もう中国人の女子、台湾を含めてもうみんな好きなんですよ、本当にこの人のこと、ほとんど。で、この曲歌えたらマジで間違いないよね。はい、これマジです。これ本当にこれ歌えたらマジでモテます。ぜひカラオケで歌ってみてください。